吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。この場所は町田の市民ホールの隣のスペースです。この視聴者の建設予定地ですが、現在では観光バスの発着所に使われております。もうすでにこの時間は全部の観光バスが出ていったところですが、そこでこの警察の皆さんが道路の測定を行っております。この道路の測定を行ってますので、おそらくここで事故があったのではないかと思います。通常はこの事故の当事者がそこにいるはずの現場検証ですが、この場所は観光バスの発着所ですので、そうした関係でこの当事者が乗っていないのかどうか分かりませんが、とにかく警察の交通の皆さんが今道路の測定をしておられるところです。この観光バスの発着所、今はこのひっそりとした佇まいを示しておりますが、この朝の時間帯はたくさんの観光バスが集まっておりました。そしてその向こうはタクシーの発着所で、この時間もタクシーはほとんど来ておりません。以上で終わります。